元留山は、香港最大のスイーツチェーン店であった。カメゼリーや、マンゴーなどのフルーツを使ったスイーツと飲料で知られて、いたが、経営不振により、2021年5月26日に、全店営業終了した。チムシヤッツにある元留山の支店の一つ元留山は、元は1950年代に、新海の元明の北条房に開業した、両茶と呼ばれる、 各種小薬を煎じた飲料やカメゼリーを供する店であった。このような形式の店は、香港では現在も数多く見られるが、他店と異なるのは、1990年代に合わせて、フルーツを使ったスイーツを扱い出したことである。特に、1992年に売り出した、マンゴー入りタピオカパールのスイーツ、にシベ米ローが人気を呼び、これを扱うを、香港で、 フランチャイズ契約によって数多く開いたことから著名なチェーン店となった。海外にも進出しており、2017年現在では中国、マカオ、マレーシア、韓国に店舗を有していた。かつてはシンガポール、アメリカ合衆国にも出店していた。香港にはもともと街頭でフレッシュジュースを絞って出す店も数多くあったが、 フルーツをたっぷり使ったスイーツの店というのは珍しかった。とりわけ、新鮮なマンゴーをたっぷり使い、比較的安価に提供したこと、マンゴープリンやココナッツアイスクリームなどを使った新しい商品を開発し続けたことが人気を博したものと考えられる。現在は、フルーツを使った飲料や餅などの軽食に近いスイーツも扱っており、店内で食べられるほか、 テイクアウトも可能であった。香港の街角で容易に視点を見つけることができるため、香港人客だけでなく、日本人を含む海外からの旅行者からも人気を博していた。かつては、香港国際空港の到着ロビーにも支店があった。店名は、もともと伝統的な変額の様式に基づいて、右から左に書かれていたが、山止め元と孤独する人が少なくないせいか、現在は、 左から右に各店舗もある。元と山は2010年代に中国本土が資本参加していたが2019年の民主化運動の際に中国系企業と非難されたことから利用客が減少し、また台湾などから出店した同種の軽食店に客を奪われて経営も悪化した。2020年には家賃滞納などで債権者から 破産申し立てを受けるなどした上、新型コロナウイルス流行の影響もあって、経営再建を断念、2021年5月26日に事業生産を発表し、全店閉店に至った。ありがとうございます。